まあ朝のね筋トレはこんな感じで起きたままの状態で行くので髪の毛ボンバーです。はい、まあどうせねジム終わった後にシャワー浴びるので今日はですね、最初、朝食なんですけど、まあ、パンケーキ、作ろうと思います。プロテインパウダーをちょっと混ぜて、タンパク質多めの、パンケーキ作りたいと思います。よいしょ。よいしょ。ドリキンさんの動画見ながら、パンケーキ食べます。うん。いい感じ。渋谷方面。左側です。はい、こんにちは。ということで、今日は、箱根湯本の方へ行って温泉にチャレンジしたいと思います。ここにすごいヒゲが生えてる。ほんと、うん、駅のトイレでスーツケースこういう風につなげて盗難防止のやつがある。すごい初特急ロマンスカー。ちょっと弟がガチのカメラ持ってきて、これは何 4K カメラ、ブラックマジックのポケシネ 4K。 やば、買った時は16万ぐらい で本体だけで。やば、小田急エクセレントエクスプレス30,000ロマンスカー EXE アルファ。なんかすごいグリーン車感が出てる、めっちゃ。ということで、まあ電車乗ったので今から編集したいと思います。このビスコフ、アメリカン航空の国内線で無料でもらえるやつ、快適でした。なんか大涌谷行くんだけどバスだと混んでるから東雲山まで行ってロープウェイ。富士屋ホテルのパンケットやっと来ました。とりあえず大涌谷なんだけど、総雲山っていう駅で先に降りて、あと今混んでるということなんで、あっちのねロープウェイで、大涌谷の方へ行きたいと思います。行きます。扉が開きます。足元にも食してるんですよ。めちゃくちゃ寒いんでちょっと避難場所探して。寒い寒い寒い、早く避難。いらっしゃいませ。一つ、ね、あげます。じゃじゃん、黒卵いただきます。おいしい。ちょっとおさらいで今どこいるかというと、大涌谷で泊まるとこが箱根湯本。それではもう寒いのでね、ホテルの方へ戻りたいと思います。顔白。本当、うん、でこの映像あげるわ。本当、うん、白すぎ、うん、フランケンシュタインになる3秒前ぐらいの顔してる。ロープウェイで総雲山駅まで降りてきたので、そこからバスで湯本まで行きます。あ、ちょっと2つついた和洋室の1部屋になります。今何時だ。今でもうすぐ6時とですね、5時53分なので。お風呂入ってからが7時半より、じゃあ7時半から。7時半でかしこまりました。はい、じゃあ成人式おめでとうございます。はい、夕食時記念のお写真撮らせていただきますので。じゃあ成人式後にご来婚ですか。いや、行かずに行かずに。ありがとうございます。ぜひじゃあそのままゆっくりしててください。5階の531室の部屋をご用意させていただいております。はい、台借りとく。床だ。え、広。奥のこの部分が広いな。いや、いつもテーブルと椅子ぐらいしかないのに。はい、どうもいらっしゃいませ。本日は全身のコースでいかがでしょうか。はい、そうですか。ではこちら、仰向けでどうぞ。はい、じゃあそれではね、今から今着いたばっかりなので7時半から就職始まっちゃうので、今のうちにねお風呂入って、全身の汚れをねくまなく落として、夕食に臨みたいと思います。それでは。
はい、ちょっとね、はい、ちょっとねでしょ、はい、ちょっとね、あー疲れた、あの風呂めちゃくちゃ気持ちよかったんで、あの今から、ディナー行っちゃいます。スタート。小田原御膳の、海鮮丼でメニューだーと。それいりま、本日成人の形のお席ということで、はい、会社の方から写真のサービスもございますので、よろしければ今あったら、はい、写真よろしいですか、はい、ちゃんと撮るか。弟が成人式になった写真サービス、海鮮丼とお吸い物、せいろ蒸しと天ぷら、デザート。